い部屋から見る雪はすごい好き。北海道にも来て、北海道もね好きなんですよね。もうご飯が美味しいな北海道ほんまに。なんか北海道で味噌ラーメン食べた時にこんな美味しい味噌ラーメンあるんやって感動したもん。あの信玄っていうあのラーメン屋さんあるやん、わかります？北海道の方やったら有名やん、信玄っていう北海道に何店舗かある、そこで食べたラーメンが美味しすぎて、まあ、そこのラーメンって平日のこの時間とかでももう40分待ちとか平気で済む。でもそれ食べたから味噌ラーメンの虜になっちゃって、でも信玄っていうラーメン屋さんがもう北海道にしかないの、もう東京に作ってほしいぐらい。こんなに配信見れるのもうとっても新鮮です。確かにね、最近ちょっと長時間配信してなかったからまた配信頑張ろうわ。信玄、そう信玄めちゃくちゃ美味しい。食べたことある？食べたことある人います？あのラーメン食べたら結構味噌ラーメンの概念を覆される。可愛すぎひんか言うて。わかるよ、ラーメン以外も何でも美味しい。そう、なんか現地の人に信玄行ったらラーメンもやけどチャーハンも食べてって言われて、チャーハンもめっちゃ美味しいからって言われてチャーハンとラーメン頼んでんけど、マジなんか変なもん入ってるんちゃうかって思うぐらい美味しかった。何これ、何これみたいな、こんな美味しいチャーハンあるみたいな、感動した。あ、さやかなさん、やっほー。先ほどぶり、あのさっき配信して寝てて今また配信して、お風呂まだ行ってないんで、ちょっとこの配信終わったら露天風呂行ってきます。そうそう、変なものが入ってるんですよ。まあそれは絶対ないねんけど、なんかそう思ってしまうぐらいめっちゃ美味しいから、その信玄のラーメンを食べに行くだけに僕あの札幌に行きたいぐらいめちゃくちゃ好き。マジで東京に作ってほしいねんな。よくさスミレとかもそうやけどさ、なんかカップラーメンで再現してるお店あるやん、その店の味みたいな。でもカップラーメンの美味しいのレベルなんて知れてるやん。その現地のお店の味を再現できてるわけないから、そうだからやっぱ現地で食べないと、お店で食べないとカップラーメンで再現しようだなんてね、そんなことはね無理なわけ。だからもう信玄東京にもさ進出してほしいねんけど、マジできてくれへんかな。もう鬼並ぶと思うけどね、東京さらに多分北海道以上に。なんやなんやって、うん、作ったら来てもらえなくなるから。そんなことないよ、北海道旅行で行く人は行くやろうし、東京は東京で人口多すぎるからね、並びすぎれたら並びたくないしね。信玄はカップラーメンも出てるほど人気だよね。しかもカップラーメンと実は別に全然違う。カップラーメンを再現に使わんといてほしい、ラーメン屋さんたちは。なんかいろいろお金がいいんか分からへんけど、カップラーメンとコラボよくしてるけど、カップラーメンはほんまにやめてほしい。なんかそんな食べたことない人からしたらさ、その現地でカップラーメンのその再現の味がお店の味なんやと思われるでって感じじゃない？いや東京で済ませて美咲が北海道来てくれなくなる。いやそんなことない、北海道はあの他にも美味しいお店がいっぱいあって、私の好きなカレー屋さんもあるし、そう、それも北海道、あ札幌なんですけど、とかあと女性専用の旅館があるんですよ、北海道の札幌からちょっと離れてるんですけど、そこも好きやし、そこ2回泊まってるんですけど、
そう、だから行く理由はいっぱいある。あの花火大会も去年行きましたし、一昨年か、あの何だっけ、あの公園であるやつ所詮カップ麺は監修、本当にそう、本当にそう、本当スミレのカップラーメンも全く別物。そうよ、だからカップラーメン絶対やらん方がいいと思う。ラーメン屋さん監修したところでもう美味しいの、カップラーメンの限度なんか分かってんねんから、あんな名前を安売りするもんじゃないって思う。あ、カップヌードルありがとう。北海道は札幌以外も来てみてほしい。美味しいもの食べきれないぐらいにある。そう、札幌以外も行ってみたいんよ。ちょっとまた違うところ、旭山動物園、旭川、旭山、どっちだったっけ動物園も行きたいし、あ、お宝ベイビーさん、ご無沙汰してます。今一人で旅館に来ています。あ、そう、旭川にある旭山動物園そのややこしいやつね、旭川にある旭山動物園。そう、うん、お宝ビビンシャまたレベル上がった。もうすぐで40いくんじゃねすごっ、すぎょ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 